これから2023年7月6日木曜礼拝を始めます。礼拝は神様が私たちを招いてくださることによって成立します。招きの言葉として聖書の詩編33章1節から御言葉をお読みいたします。招きの言葉。正しき者よ、主によって喜べ。賛美は直き者にふさわしい。今日礼拝に神様から招かれたことに感謝して賛美をしましょう。賛美歌 How great is our God をご一緒に英語で賛美します。立てる方はご起立ください。
着席ください。続きまして一堂で主の祈りを捧げます。このお祈りはイエス・キリストが弟子たちに祈りの模範として教えられた祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。本日の聖書箇所は詩編84章6節です。司会者が聖書を拝読します。彼らはバカの谷を通ってもそこを泉のあるところとします。また前の雨は池を持ってそこを覆います。人間の限界と神の恵みと題して原さんに御言葉を取り付いていただきます。説教の前に一言お祈りをいたします。父なる神様、今週も無事に木曜礼拝に参加できましたことを感謝します。今日は賛美の礼拝を神様に捧げます。どうかいい時間になるようにしてください。今日は韓国からのゲストもお招きしています。皆さんの上にあなたの守りと浴衣な祝福がありますように。語る原さんに油を注いでください。また今日集まれなかった人たちの上にも祝福がありますように。この祈りを尊き主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。今日は賛美礼拝の日であります。姉妹兄弟たちによって神への賛美が歌と共になされ、我々はより一層神への信仰を自覚し、神を賛美するということを意識するのであります。本日はこれから様々な賛美をいたしますが、そのうちの一つ、先ほど歌いました花もという曲を取り上げて語らせていただきたいかと思います。先ほど聞いていただいた通り、この曲は日本語の賛美歌であるんですけれども、日本で歌われる賛美歌の中では、すごくこう、テンポのいい曲で、歌詞も素敵でですね、歌うもの、聴くもの、ひたすらこう、情緒的な気分にさせるような歌であります。この曲の由来を調べますとですね、北海道にあります、アイリン・チャペル・キリスト教会という教会の、Make Everybody Believe in God、通称 MEVIC という日曜学校の集会の中で作られた曲だそうです。作詞作曲は、同教会の内越剛牧師で、YouTube で彼のことを調べますと、普段の礼拝から、楽器とかですね、歌の賛美を持って、礼拝を行っている方でありまして、そのような牧師のもとで生まれたこの曲は、非常に日本で人気を博していて、外国でもすごく人気な曲なわけですね。本日はですね、この花もという曲の歌詞を読み解く形で、礼拝説教させていただきたいと思います。花もの一節の歌詞は、詩編84編6節、本日読んでいただいた箇所のを元に作られているんですね。6節、彼らはバカの谷を通ってもそこを泉のあるところとします。この6節の訳語はちょっとなかなか面白いものがありましてですね。彼ら、すなわち神をよりどころにする、信仰する人々は、
まあ、バカの谷を通っても、そこを泉のあるところにするというと。これは、バカの谷というのがですね、日本語で、一見すると、侮辱語のバカって、馬鹿って書くんですよ。お想起するんですけれども、これはバカっていう、一般名詞でありまして、まあ、調べてみるとですね、バルサムという強い粘液性の植物の一種だったようです。日本人にわかりやすく、わかりやすく言えばですね、火をつけるための、松の油ってわかりますか？そういう植物が日本ではすごい、わかりやすいんですけれども、まあ、その松の油と似たような感じの植物だったようです。まあ、日本では発火、つまり火を起こすために、まあ、そういう松油が使われるわけなんですけれども、まあ、植物から切り取ってですね、それを人間が使えるまでになるまでに処理するまでには、まあ、それはすごいこう強い粘膜性を持って、まあ、ベトベトしていてですね、まあ、ちょっと触って、こう、あんまりいい感覚がしなかったのです。まあ、そういう粘液ネバネバのね、植物がいっぱいある谷っていうんですから、まあ、通るものにとっては、まあ、なんかむちゃくちゃこう、不快感なんじゃないかなっていうのが、僕の思うところなんですけれども。まあ、しかし、神は頼朝ものは、まあ、そんな粘液ネバネバの植物が降り立って、こう、ちょっと不快感が溢れるような谷を通っても、まあ、そこを爽やかな泉に変えてくれる。まあ、そういうふうなところなんです。まあ、ご存知のように、古代イスラエル民族が住んでいた中東地域っていうのは、非常にものすごく暑い、現在はものすごく暑いところですけれども、まあ、そこに水、つまり泉ですね、が湧いて水があるっていうことは、まさにもう神の恵み、願ってもないような幸せな状態だったわけです。実際聖書を見てみますと、まあ、泉というのは神の恵みを象徴するような言葉として頻繁に出てくるんですね。例えば、申命記8章7節。これは、モーセが、イスラエルの民に、カナンの地はこのような土地であるっていうふうなことを、まあ、説明するところなんですけれども、まあ、カナンの地が、平野にも山にも川が流れて、泉が湧いて、まあ、地下水が溢れる土地っていうふうに非常に、水が良いものとして、泉が神の象徴として語られていますし、ヨハネの福音書4章14節では、まあ、イエスが与えてくれた神の水、命の水を飲むものは、まあ、決して乾くことがなくて、まあ、むしろその命の水が、その人になって泉となって湧き出るっていうふうな、まあ、そういうふうな、言葉を言っていますし、これは神の、精霊の恵みの豊かさを表すとも同時に、イエスのメシア性っていうものを確立するような聖句であるわけですね。花もの、出だしがですね、ここに泉は湧くっていう風になっているのは、まさにその泉という言葉を通して、神の、恵みが表現されているわけですね。逆に言えば、泉が湧くっていうことが神の恵みであるならば、泉が枯れるっていうことは、神の怒りを同時に象徴しているんじゃないかなっていう風に思うんですね。まあ、現代的な価値観から言えば、泉が湧くっていうのは、もしかしたら単なる自然現象かもしれませんし、まあ、しかし、古代イスラエルの人々にとっては、そうした自分たちの力でどうしようもないことに対して、泉が湧いた。そこに素晴らしい存在が、人間の心に操られない神の存在を読み取るっていうことが、もしかしたらあったんじゃないでしょうか。信仰者として生きていると、ふとした瞬間にこう、今まで当たり前だと思っていたことが、まあ、そんなことに、当たり前だと思ったことに、実はこれは神の恵みだったんだ、っていうふうに感じることは、まあ、多いと思うんですけれども、まさにこう、古代イスラエルの民族がですね、泉が湧き出るという体験を通して、神の恵みをこう、感じたように、我々神の恵みの前においては、まあ、それは操作するとか、それをこう期待するでもなくてですね、うまいこと利用するでもなくてですね、まあ、ただ、その神の恵みに対して感謝するしかないっていうことがあるんじゃないでしょうか。
この一節の歌詞というのは、まあ、我々はただこう神の恵みに対してただただ感謝する、まあ、そんな風なことを歌っているのではないかと僕は思うんですね。次に二節の歌詞に行きたいと思うんですけれども、いわばこれはその再臨の待望というものを歌っているわけです。二節の歌詞を見ますと、やがて花は咲き栄光の主が来られる。これは、例えばダニエル書に予言されているような、メシア、イエス・キリストの再臨を歌ったものであり、まあ、それは、キリスト者が、およそ2000年間にわたって待ち望んでいることでもありますね。これはちょっと興味深いと思うのがですね、この花門の歌詞の中で、こんな風に歌われているんです。やがて花は咲き、栄光の主が来られる。この栄光の主が来られるっていうことは、まあ、先ほど言ったとおり再臨を意味しているんですけれども、花が咲くっていうことがその再臨と同時に起こるものとして並べて置かれているんですね。これが一体何を意味するのかっていうことを、まあ、ちょっと気になるところなんですけれども、まあ、聖書における終末時の予言をこういろいろ調べてみますとですね、まあ、例えばイエス・キリストは、ご自分のこう十字架への道の途中でエルサレムでですね、終末時には偽メシアとか偽預言者が出現すると述べていますし、まあ、使徒パウロは第一テサロニケ書で俗に軽挙と呼ばれる事柄について、まあ、述べていますし、第二テサロニケ書では軽挙に先立って不法のものが出現するということも、まあ、述べているわけです。まあ、他にもですね、聖書の予言、終末予言っていうのは、まあ、たくさんあるんですけれども、まあ、一体それがいつの時なのか、まあ、それがどんな風に起こるのか、我々はその瞬間に立ち会うことができるのか、っていうことは、まあ、多くの人間がすごくこう気にしているところなんですね。まあ、しかしですね、その終末がいつ起こるのか、とか、我々がその知ることができないっていうのが、まあ、ちょっと強調しておきたいことです。まあ、そんな疑問はちょっと僕らには分からないんですね。終末が来るという信仰を守っていたとしても、まあ、その具体的な事柄というのは、ただ主だけがご存知です。まあ、我々信仰者がですね、ただその時期を待望して、この日々を生きていくということじゃないんでしょうか。まあ、そういう意味で言うと、この花門の中における、やがて花は咲き栄光の主が来られる、という言葉も、まあ、ただ主の来臨と同時に花が咲くという言葉がかけられているだけで、まあ、その具体的な言葉がちょっとどうなのかっていうのは、まあ、我々の想像の範囲は出ないわけですね。さて、この一節二節の、歌の歌詞をですね、見て我々がもう一度思い出さなければいけないのが、この神の恵みということと、そして終末の再来臨ということは、まあ、我々の限界、人間の限界と神の恵みっていうものを、まあ、まじまじと感じさせるっていうことです。まあ、我々信仰者はですね、時として、まあ、神に祈ります。神様、私は今こんなに辛い状況にいます。どうか恵みをください。主よ、このままでは日本のクリスチャン人口はどんどん減少していきます。早くリバイバルを起こしてください。もしくは、早く再臨してください。もう、今日でもね、こんな風に祈る人がいるという事実は、まあ、もしかしたら我々は身近な人に覚えてるかもしれませんけれども、まあ、我々の経験から言ってもですね、まあ、神が全く自分の祈った通りに応えてくれるってことはないわけですよ。いや、神様、ちょっと僕今お金がないので、お金が欲しいんです。お金があればいっぱい宣教できますから、僕をお金持ちにしてください。なんて祈っても、まあお金持ちになれませんし、神様、私はもう医者から見放された病気を患っています。どうかこれを今すぐ完治させてくださいと言っても、まあそううまくなる可能性っていうのは大変低いわけです。パウロ・ティリッヒという神学者が、述べたことなんですけれども、キリスト教の神というのは人間の祈りに応えてくれない神なんですね。もし、
もし仮に神が人間の祈りに対して 100% 叶えてくれる、人間が祈った通りに、人間の意思通りに神が全て答えてくれるんだったら、それは神が人間に報いているのではなくて、人間が神を操っているっていうことになるんです。だからこそ神っていうのは我々の祈り通りにはなかなか答えてくれない。しかし我々の気づかないところで確かに確実な恵みを与えてくれる存在、そういうことなんです。まあ、ここでですね、我々は一体自分の力では何もできず、ただ神により頼むしかない、そんな存在であるっていうことをもう一度自覚させられるんです。人間の限界というものを我々はもう一度思い起こさなければならないかもしれません。まあ、先ほど言いました通り、むしろ我々がですね、意識すべきことは、神にこう、神を操るだとかね、神の祈りに何で答えてくれないんだって怒ることよりかも、まあ、我々がふとした日常、今生きているこの日常の中で、見逃している神の恵みなんです。それに注目しなければならないと思うんですね。まあ、当時は気づかなかったけれども、今考えてみれば、あれは神の恵みだったなとか、まあ、皆さんにはないでしょうか。まあ、それを自覚したとき、我々は全く自分が無力な存在で、全く神によって助けられていたっていうことを自覚するわけです。ただ神の恵みに期待し、そしてやがて来る週末を待ち望み、神を賛美するということだけの存在、そこに自分がいるということに気がつくわけです。まあ、それはまさにですね、花もの中で繰り返し歌われている、花も、雲も、風も、大雨も、奏でよ、イエスを、空に響け、歌え魂よ、恵みよ。まあ、こういうことなんではないでしょうか。まあ、そしてそうやって神をただより、神だけをより頼んで生きていくこと。まあ、そういう姿勢こそが、まあ、クリスチャンとして、まあ、ある意味、こう、理想的な姿である。まあ、そういうふうに言えるんではないんでしょうか。一言お祈りをさせていただきます。主なる神、今日の賛美礼拝を感謝いたします。我々は時として、祈りの中にあなたに全く頼る時があります。それは我々があなたなしでは生きていけない、果てしなく弱い限界なる存在だからです。どうか我々を傲慢にさせず、あなたの恵みを与え、そして日々生きられるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この後賛美歌を歌ってから、石田直司牧師より祝祷を賜ります。私たちは神様からの祝福を受けて日常へと発見されます。それでは立てる方はご起立ください。賛美歌、主は我の太陽をご一緒に日本語で賛美しましょう。
はい、それでは祝祷いたします。仰ぎ声に合うくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今も後も常しえに一同と共にあるように。アーメン。アーメン。放送をもちまして揺れ合いを終わります。